どうしたのシェフィーさん。はい、どうもリントです。シェフィーさんがですね、すごいなんかお腹空いたのか、すごい夜の遅い時間なんですけど、今夜中の3時でございます。夜中の3時なんですけど、シェフィーさんがですね、なんかいつもね、餌欲しい時とか、ちょっとお腹空いたよっていう時、ここをね、下カリカリして待つ仕草をするんですよ。それをね、今してて、なんだなんだって思って、もう私今動画の編集をねちょっとしてたんですけども、編集って言ってもまあ BGM つけたりっていうところでね、あとサムネを作ったりっていうだけなんですけども、ちょっとね出せる動画をね作ってたところ、ずっとカリカリしてるんで、今急遽ご飯をね少しだけ用意して食べさせようかなっていうところでございます。お腹すいたのかな。まあ成長期だと思うんですよ。まだ1年もねこの子1歳になってないので成長期だとは思うんですけど、まあ、太りすぎないように結構大きくなってきたので、週に2回ぐらいの餌に今絞ってはいたんですけども、もうちょっと食べたいのかもねなんて思っております。よし、多分これ開けたらすぐ出てくるよこいつ。ほれ、はい出てきた。早い。あ、ちょ、それそれトングだけ食ってんのあんた。違う、トングだけ食ってんねねえ、トングだけ食うのはさ、ちょっと違うけど。はい、分かった。トングよ。ちょっともうちょっと、こっち行ってみなさい。あなた、トングだけ食ってる。いい位置で取れたよな。このドラムのね、足があって、ちょっと邪魔くさい。こっち。はい。ちょ。あんた、落としてんね。腹減ってたんだね。ちょっと食べる？一から取るか。こうしてやるか。結構いい勢いでくるね。昔はね、ここまで大きくない時は、餌をね、私が手で持ってあげれたんですけど、今手で持ってあげたら絶対手噛まれるね、これね。このスライムのトング使いやすいな。掴みやすいぞ。くじで当たるスライム付きのこんなトングなんですけど、こんなね、ちょっとこれいただいたんですけれども、よく私のね配信に来てくださる、Facebook でもねちょっとつながってる、まあリアルなお友達ですねの方と、そのつながっててくれたんですけれども、あんまり動画なので名前は出しちゃうとあれかなと思って、今ちょっと無言の時間がありました。まあね、よく配信には来てくれてるんで、その方のね、あだ名じゃないですけれども、名称というのは出てくるんですけど、なんか動画内で言うのはまた違うなと思って、って感じですね。おい、あんた。ちょっとこれあれだね、先端が太いので、ついつい、一緒に噛みがちかな。あんたまだ食べそうだね。もうちょっといるかい？でもあなたカリカリの状態じゃ嫌でしょ。カリカリの状態じゃ嫌でしょ。いや、すげえ食い散らかす。やっぱりカリカリの状態は嫌か。ちょい待ち。今カリカリの状態のやつ、うわーやばい。指でいくと指いくからね、たまにね。お腹空いてるときは指すら間違って噛んじゃうから。ちょっと待って、今作ってあげてるから、そのまま待ち。どこ行くの。ほら、あちゃこちゃ行かないの。あんた脱皮すごいね、ここね。うわ、脱皮だわ。今あげるよ。あ、気づいた。ちょ。違う。何も持ってない。
ねえ、何も持ってない。ねえ、何も持ってないんだってば。違う、ここに落ちてるやつを拾いたいの。拾わせてくれ。はい、ちょっと待ってね、今餌入れを変えて、この餌入れの上に置いて食べさせてあげるから。はい、ちょ、これ、はい、どうぞ。音出すときはやっぱこれがいいね。はい、こっちよ。いらない？もう飽きた？あ、そっちダメ。そっちの隙間はダメでございます。ほら、隙間に入ろうとしないの。はい、用意したよ。はい、あれいらない？いらないの？あ、帰ってった。あれいらないの？すげえ食いたそうにしてたのに。ちょっとシューって怒ってるね。何に怒ってる？いつもね、あのハンモックの下に潜ってハンモックを体にかけて寝るのがね、あの子の趣味ですね。今あの裏にいるね。あ、餌ってちょっと気づいたな。餌まだあるよ。いらないのご飯作ったよ。さあ来るかな。もしかしたらこうやってしてると来るかもしれない。これ、おいで。まだ少しあるよ。ちょっと水でふやかしとくか、もうちょっとだけ。よいしょ。あ、気づいた。完全に気づいたね。一回飽きただけだったな。なんかこの動画で言うことかどうかあれなんですけど、最近のスタンスとしてなんですけど、まあうちの飼育の状況っていうのはありのまま動画として残したいなってよく思っていて、なのでほぼ無編集です。編集でカットしちゃうとまあ撮ってるところも撮ってるところなんであれですけれども、カットしちゃうといいところだけ見えるように映っちゃいそうなんで、いいところだけ映らないように、こういう悪いところもあるんだよみたいなところでね、最近は本当に無編集にしてます。いいところばかりではやっぱりないので、飼育をしていくっていうのは。でうちの子はね、慣れちゃくれてるけど、やっぱり慣れてない子とかも中にはいるし、なかなか私をねこう敵視してるやつとかもいるので、まあシェフィーに関してはね、噛みついたりするタイプではないし、これ、はい、ここにあるよ。最近このお皿から食べるのも上手になったね。またお口フキフキするんだ。はい、あとそう、ラストこれ1個。それ皿だな、それ皿だな。うまく食えてないね。おうまく食えたじゃん。ちょっと破片1個下に落ちたけど、その破片はまあしゃあねえわな。よいしょ。あんた指に来ないの。あんたたまーに間違って指噛むんだから。あ、でももうお腹いっぱいだな。あれ帰るわ。
さようならって言うかもしれない。まあね、シェフィーさんはね慣れてくれてますけど、やっぱ慣れてくれてない子とかもいるから、まあ、そういうところはねありのままを写して記録として残しておいて、でまあね私のこの動画を参考に例えばペット増やしたいなって思ってくれる人とかもいるとは思うので、なんだろうな、いいとこだけじゃないよっていうのはねちょっと動画として残しておこうかなっていうところです。帰ったね、ちょっと中に入れようか。なんかですね、シェフィーさんはあのハンモックに乗るのも好きなんですけど、ハンモックの下に潜るという行為が好きみたいで、まあタオルに潜ったりする子とかブランケットに潜ったりする子っていうのをね、他のねサバンナモニターの飼育者さんで見たことがあって、でまあそれもねうちで試してみようかななんて思ったこともあったんですけど、結構ね、ブランケットボンって置いとくだけだとぐちゃぐちゃになっちゃって、ちょっと掃除がねちょっと手間だなとかめんどくさいなと思っちゃうこともあったので、なんかいい方法ないかなと思いながら、まあまずあとハンモックに乗っかってくれたら可愛いななんて思ってて、いいのねえかなと思った時にこのハンモック余ってたんで、これ100均で売ってるやつなんですけど、これをね入れてみたらああやって潜って寝るようになりました。でまあ布が上にあるのでね、多分あったかいんでしょうね、ちょうどいいみたいです。今ねあのケージの中あのバスキングのライトとかも止めてるので、20度前後ですねにはなってますよね、うん、20度だね今ね。で日中はねバスキングライトがあるところです、まあ40度ぐらいかな。でケージの中は基本的に25度ぐらいになる感じにね設定してるんですけれども、あの下にパネルヒーターがあるんで、あのパネルヒーター自体はね表面上の温度は32度ぐらいになるんですよ。なので体自体は温まりながら寝れるので、うちとしてはね今そういう状態にしてます。ほんとあれはワンちゃん猫ちゃん向けのねちょっと大きめなパネルヒーターなんですけど、ちょっとあのパネルヒーターね使い勝手いいんで、なんかまた買おうかななんてちょっと思ってて、って感じですね。あのもう一箇所ぐらい設置してあげてもいいのかななんて、まあ、ただこの子がね大きさがまあ今ぴったりなんですよね、ほぼほぼ。これ多分めくると怒るんだけど、ちょっとめくっていい？これちょうどなんですよねサイズ感的に。なのでねここで寝ていただいている状態になります。なんかほんとお布団かぶって寝てる感じですよね。で私あの下にね手を入れてみてこう温度どうなんだろうって見たこともあるんですけど、もう温度ねかなりいい感じなんですよね。なのでもう気に入ってシェフィーさんは今ずっとあそこにいますね。夜寝るときはあそこで、まああとバスキングしてないときもあそこにいることが多いかな。まあちょうどいいんでしょうね心地よくて。あとはまあ横のあのここにね水場があって、ここねちゃんとこのスロープ使うんですよ、この子。このスロープで作った階段登ってちゃんとこの水辺でね、この子はねここでちゃんとうんちする子ですね。でうんちでいっぱいになっちゃうから、あのお水が汚いなと思ったので、あの水飲み用の容器も入れてます。はい、こんな感じで。今日なんか不臭って怒り気味だね。まあ中にこうやって携帯入ってるからかな、なんだこれってなってんだろうね。ここでね水を飲むようにしてます。結構飲んだね。またこれねあの3日に1回ぐらい交換するんですけど、3日ぐらいでね意外とペロ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 飲んでなくなっちゃいます。でここがねバスキングゾーン。わあ、片手で持ってるとうまくいかない。ここがバスキングゾーンですね。バスキングストーンにはならないですけど普通の石ですね。あのレンガの石が2つとここにちょっと大きめの石ですねを入れております。ここねバスキングつけるとこんな感じであったかいゾーンができるのでね、
今は夜なんで、もうこの後すぐ消しますけど、こんな感じのケージですね。もう多分このケージで修正飼育できるんじゃないかなと私は思ってます。結構大きいですし、あとこの子の成長がね、今のサイズから1ヶ月間ほぼ同じサイズ感だったので、多分なんだろう、劇的に大きくなるっていうことは多分ないんじゃないかなと思っております。あの体重は増えるでしょうけどね。なのでもう全然修正飼育これでいけるんじゃないかなってところですね。あの水容器も今ちょっと汚いけどね、軽くうんち入ってるんで、多分2回ぐらいしたかな、うんち、多分2回分のうんちは、うん、そうだね、2回分ぐらい入ってるね。はい。で、あの水容器もね、これちょうど入れる大きさですし、でこれでもね結構大きいなと思う、水の大き、水容器の大きさなので、うん、ってところですね。いろいろねケージ改造して作りましたけど、このケージも問題なく使えてて、狭いってことはなさそうですね。今でおよそ50センチぐらいなので、もし大きくなったとしたらあと40センチ。ただ40センチ大きくなったからって言って、あのどこが変わるかっていうと、尻尾の長さが結構ね長いんですよね。で、まあ、体自体も長くはなるでしょうけど、それでもこのケージでいけるんじゃないかなと思ってはおります。奥行きがこれ90センチぐらいありますので、あの子たちってああやってね、あの子たちっていうかシェフィーとかね、サバのモニターはああやってくるんと丸まっているので、まあ問題ないんじゃないかなってところでございます。まあ私のこれは個人的な見解ですけれども、はい。ただあの、まあ、飼育しながらね、あのこのケージちっちゃくなってきたなと思ったら、あのまた大きくしていこうかなと思います。そろそろこれ外しても脱走しないんじゃないかな。前はねこれのこの隙間から脱走できちゃったんです。いやでもまだあった方がいいかな。意外とねいけちゃったりするからね。そう、まだ未だにねここから脱走しようと頑張るから、こいつここに頭ねこうやって突っ込んで、こっからねグーって逃げようとするんだけど、あの子のね顔のサイズだとねこれもう通れないんですよ。でしかもこれあのあれなんですよ、カラス除け用のネットなんで、結構というかかなり丈夫なんですよね。ほんとこれに変えてからかなり塩梅いいですね。そう、天井は全部あのカラス除けネットになって、横のここもねカラス除けネットになってて、まあ、本当はねここ網を L 字で入れてもよかったんですけど、なんか L 字で曲げたりする労力がなんかちょっとめんどくさいなってなったので、なんかいい代用できるものないかなって100均でね探し回って、おこれじゃんと思って作った感じになります。で、ほんとね、もともとこの衣装ケースでねの下の部分だけで飼ってたんですけども、あの大きくなるのを見越して衣装ケースを2個くっつけてっていうなんかオリジナルケージなんですけど、私はこのオリジナルケージでにケージでっていうかオリジナルケージ作ってみて、なんか問題なくこの子生活できてるしっていうところで、あの体調がねおかしくなったっていうことも一度も今のところないので、病院に行ったこともほぼないですね。病院に行ったことというよりは、ちょっと獣医さんにねお世話になってる方がいるので、たまにね見してって言われるからお会いさせたりするんですけども、この子は基本的に健康だねって。で、迎えたタイミングからこの子はあの指飛びって言って指がねちょっと飛んじゃってる子だったんですけども、指飛びしてでも問題なく、あの変なその感染症、指飛んだところの再生する前にね、なんて言うんでしょうかね、指パチンって切れちゃうわけですから、そのなんて言うんですかね、指の切れたところから病原菌が入っちゃって、病気になっちゃったなんていうこともあるんですけども、うちの子はそれがなかったので、で今もね元気に生活してるし、なんなら有り余る元気がすごいので本当に。でうちとね同じタイミングで迎えた子が他の子でもねいるんですけども、やっぱり大きさに結構違いがあったりするので、本当なんか前の動画でね遺伝子的なお話なんじゃないですかっていう話もねしてくれた方がいて、あ確かにそれはあるかもと思って、この子たちってファームハッチっていう形の個体らしいので、実際にブリーディングっていうよりは野生の子の卵を採取してそれを孵化させる、なので基本的には元は野生の子的な感じらしいんですよね、サバンナモニターちゃんの繁殖の仕方って。
って、で、ブリードして日本に来てるっていう形らしいので、なかなかこう交尾して卵を産んでっていう事例は、私が調べたり見たりする限りではちょっと事例が出てないんですよね。なので実際なんだろう、ブリーダーさんとしてあのサバンナモニターを繁殖させていくっていうのは難しいことなのかなーなんて私は思っていたりします。ちょっとその辺はね、ブリードしてないので、ね、なんともわからないところですけれども、うん。でそういうところでいくと、あのファームハッチっていう状況でいけば、親御さんがね、多分その3匹入った時に親は全員多分違う親だと思うので、その親ごとの個体によってあの成長速度っていうのの差があったんじゃないかなって私は思っております。あのシンガポールに行きました友人のところのサニーくんですね。サニーくんもですね、あのなかなか大きくならないんだよねって言ってて、あのリントのところ見たくでかくなんないのさって話をされて、あそうなんだっていうこともあったので、うん、なんかあれですね、あの本当に遺伝子的なところもあるんじゃないかなと思ってます。あちなみにサニーはすごい元気みたいですよ。最近あの動画を送られてきてないですけど、元気だよっていう話は聞くので、今鶏肉をあちらの方で食べてるみたいですね。なかなか人工の餌がね、国内で手に入らない、入りにくいらしくって、で鶏肉で今やってるよって、鶏肉にあのカルシウムパウダーまぶして食べさせてるよっていう話をされて、まあ鶏肉だとね、脂質分とかもあんまり多くないので、あのいいんじゃないかなって私は全然思ってます。あ、まあ、むしろね、大きくなってくれるためにはね、いっぱい食べてね、あの脂肪分蓄えられた方がいいのかもしれないんですけども、まあそんな感じでございます。まあサニーもね元気だし、うちのシェフィーもねかなり元気なので、まあこれからもシェフィーの動画楽しみにしていただけますと幸いです。はい、ひとまず本日の動画は以上となります。よろしければこちらチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、やっておりますので、よかったらそちらも見てみてください。結構最近ね TikTok だけに上げてる動画とかもあるので、よかったらねそっちの方の動画を見てみてください。 TikTok の方であのシェフィーさんのね動画ちょこっとアップしたりしてるので、あのよかったらその動画も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントとシェフィーでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。